一回句点がつく、一回丸がつくフルーツってあるん？何それ知らん知らん、え、初めて聞いたわ。だってその丸ってあれでしょ、一回さ文章切れてるってことでしょ。お風呂の後洗濯機、そりゃそうだ、そりゃそうだ、ちゃんとあの乾燥機でゴン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 って回さない。あ、ちっちゃいちっちゃい丸。そういうことで、プリンとか多分そういうことだね、ざっくり言うと。最初に丸がつくフルーツ、はい、いちご、メロン、パイナップル、パインじゃない、なんだっけ、ゴッドパインリバー。こんばんは、こんばんは。今日はこのさ、頭のさ、クマの部分だけさ、なしで見るとさ、なんとも言えん髪型してるね。なんか歴史のさ、なんだっけな、歴史の人物みたいな髪型してんの。ちょっとじゃあ外すか、元の網谷くん。ゴッドアップルリバーだ。黒子さん誰？え？乾燥機の後は洗濯、いや、そりゃね、そりゃね、そりゃあれだもんね、ちゃんと乾かさないといけない。あ、足のかさぶたが取れた。サンダル履いてたらさ、あの足のさ、なんていうの、すね、足首に穴開いてさ足首に穴開いちゃってかさぶたになったんだけど、それがなんか今取れた。長かった。なんか歴史の人物でなんかね、あの、こういう髪型してるぞ。これがこっちにもなんかちょっとクマと似てるんだけど、こういうさ、こういう髪型してる人、私が小さい頃すごい有名だった人なんだけど、こういう髪型をね、両方こうやってしてる。なんだっけ、いた、なんだっけな、誰か忘れちゃったんだけど、私歴史詳しくないか、あの藤原さんしか知らない。藤原さん、小野さん、小野妹子さん、あ、結構知ってるわ。卑弥呼様かな、あのさ、電車のさドアにさついてるさ、広告に出てくる人みたいな、わかる？電車のドアの窓についてる、ここについてての広告に出てくる人、あれ卑弥呼様かな。いや、私でも顔弥生時代の人って、いや、うん、ジョン、いや多分弥生だ、顔がね弥生時代の顔って言われてる。あの小学校のさ6年生か歴史習った時にさ、あの縄文時代の顔、弥生時代の顔みたいな、なんか年代別の顔の作りみたいなのを習って、あなたは顔濃いから縄文時代ねみたいな、私はもう有無を言わさず弥生時代。ミミズがいくミスズ学園、そうかもしれない。ハイキング、ヤマトタケルの、あ、なんかそんな感じもしなくもない。私さ本当に歴史あれだからさ、聞いても思い出せない、ちょっと聞いても思い出せなかったんだけど、なんかでもそれ系、塾の広告かもしれない。み、やばい、ミスズがミミズに見える
そうなんだ、美鈴学音の急に大人っぽくなった本当に。イエーイ。あれじゃん、背景とさ、あとさ照明のこのあのなんていう、白じゃなくてオレンジみたいな、ちょっとなんかなんていうの、あの夜に街灯がついてるみたいな。ユオに連れてる。弥生系女子。でも私それ習ってて思ったんがさ、今さ実際その何、平成令和か、令和でもさ、やっぱ私みたいに顔が薄いって言われてる人もいればさ、あの、まあ、グループで言うと、まあ、例えば町屋さんみたいにすごい目がパッチリしてる人もいるわけじゃないですか。で考えるとそのさ、本当に縄文時代の人ってみんながみんな顔キリッてしてたのかな、弥生時代の人も本当にみんなこういう顔だったんかな、一人ぐらいすっごい目でかい人とかいそうじゃない、いないんかな。なんかやっぱその多分そもそも人口が違うんだろうけど、なんか一人ぐらいなんか目ありえんでかい人とかいないのかな。私夜の街灯めっちゃ好きなんだよね。あの旅行の帰りにさ、道路、高速道路かな、わかんないけど、なんか道路とか走ってるとさ、もうライトがずっとヒョンヒョンヒョンって来るじゃん。あのなんかライトの残像みたいなめっちゃ好き。イルミネーションがシンプルに、そうシンプルにイルミネーションとか好きなんだよね。夜のあの真っ暗なところにさ、キラキラキラの、あら素敵じゃない。だから花火とかも好き。花火も好きだけど、花火はちょっと音が大きいなって思う。それがね醍醐味なんだけどね。イルミネーション好き。ね、気になるよね。タイムマシンあったらとりあえず縄文時代から行ってみよう。あ、でも私戦いとかは参加したくないからな。一発で飛ばされて帰ってきそう。好きなイルミネーション行ったことないけど、渋谷のさ、渋谷かな、多分渋谷、青の洞窟行ってみたい。読売ランドは私多分ね、読売ランドのイルミネーション見てなんかめっちゃ好きになった気がする。読売ランドね、確か読売ランドはたまにちっちゃい頃たまに行ってたんだけど、その時ねドリームファイブさんのライブを見た後だったかな、で行った後に夜になっちゃって、でもライトとかめっちゃ綺麗で、え、渋谷にさ青の洞窟ってなかったっけ。イタリアはちゃうわな。見てみたいけどね、すごそう。だからあの手持ちの、いやあれの方がいいか、あのみんなが持ってるさサイリウムでさ、あのおたげ踊るとさ残像ができるじゃん、あれめっちゃ好き。ああいうのもめっちゃ好き。部屋真っ暗にしてあのサイリウムでこう残像、ヒュッ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 、あ、本当に渋谷か、代々木、まあ代々木もね広い範囲で見れば渋谷だもんね。ちょっと分かんないけど、詳しくないか分かんない。ポッポッポッありがとう。あとね前にね品川のねライブかなんか行った帰りにね、品川の近くで見たイルミネーションも綺麗だった。あ、テレビとかでもそう見たかもしれない。あ、すごいと思って。
六本木のクリスマスイルミいいね。もう六本木のクリスマスイルミネーションってもう名前が綺麗だもんなんかおしゃれ。なんかそれは品川はなんかそうイルミネーション店ですって感じじゃなくて、そのなんだろう、まあライトアップみたいな感じだったんだけど、そう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 、イルミネーション大好きな。ダン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 スタンクリスマス、ヘイクリスマスクリスマスイブ、And then the bonus space and the Christmas tree and the stone monster to who was that the best of all with the star who will be over for the Christmas tree. Who? やめだ。ねえ、ちょっと今しめ危ない。私の隠している心の奥底が出てしまったことだった。危ない。炭でも飲む。ダメだよ。みんなダメだからね、本当に。テンション上げたら負けだから、テンション上げちゃ、テンション上げていいの、ボリューム上げたら負けだからさ、みんなね、スマートに生きていこう。これ本当に美味しい。なんかこれはヨーグルトではない、これヨーグルトじゃないから、そもそもヨーグルトではないわ、乳酸菌だわ。にゃんちゅうは本当にダメ、にゃんちゅうは地声じゃないと出ないからね。にゃんちゅうはマジであかん。これみんなに声聞こえてんのかな、聞こえてないか、絶対どっか近くにマダムいるんだよね。レモンっぽい味がします。私の味覚だとレモン。ねえ聞こえたよね。聞こえたよね。怖いわ。絶対今聞こえた声、さっき枕投げしてた人たちだから、絶対さっき枕が椅子投げてた方たちだから、本当に絶対そう。大丈夫？聞き取れない？あのマダムたちの個人情報会話は私が守るから、そう。私がここでパリスパリパリカチョカチョカチョって言って守るから大丈夫。マドムたちは私が守るから大丈夫よ。知らんけど、マダムなのか知らんけど、私が守るからね。関西弁はね、なんでやねんとかでも言いたくなるよね。そう、言いたくなっちゃう。なんでやねん、なんとかだよな。言いたくなっちゃう。もう陰キャだからさ、なんかそういう時だけノリよくしたくなっちゃう。ゴミだけでもノリよくしたい。そう、マダムは私が守る、マダムの会話がここから筒抜けにならないように、私がこれで、ね、ホラー配信、でもやだよね、こういうところでさ、後ろになんかいるよ。あの窓が見えるところで配信しててさ、なんか後ろにいないって、その配信ギャーって切れちゃう。怖いわ、そんな
そんなこと怖いわ。マザーウィランダ、マザーウィランダに護衛はいらんな。マザーウィランダだってあれ身長何メートルあるんだっけ。え、でもアミちゃんさ、この声で喋ってて筒抜けになるかも。結構小声なつもりなんだけど、これで筒抜けしてたらマジで申し訳ないよね。そう、なんか配信ちょっと怖いんだよね。そう、これで筒抜けだったらマジごめんなさい。 むしろガンガン苦情入れてほしい。そう、アミタか、アミタボリューム小さくすることはいくらでもできるから。そう、多分ね、多分このぐらいだったら大丈夫だと思うんだけどね。ちょっと怖い、ちょっと怖い。でも人と話さないと私本当に会話できなくなっちゃう。私その人とさ、メンバーとさ、ずっと一緒に仕事しててさ、2日3日会わない日があるとさ、ちょっと人見知りになるんですよ。だからちょっとみんなと喋ってないとね、本当にすごい人見知りになりそうでね、怖い怖い怖い。日本語忘れちゃうかな、わかんないけど。あ、パチパチ聞こえるのこれ。近くに物あるとすごい最悪なんですよね。これ消毒のね、開け閉め。でもこれ閉めて置いとくと絶対出すときさ、このままゆっててさ、下から汁がさ、ブルブルブルって垂れてきちゃう。多分この状態で置いとくのが正解なんだと思う。珍しいよ本当に。ライブリハとか、まあ、撮影とか、まあ、なんだかんだでそうほぼ毎日あ、特に夏休みはさ学校がないからさ、もうその2期に集中みたいなとこあるから、だから、ね、本当にね2日3日会わないだけでね全然会ってない感じする。私指ポキポキ鳴らないんだよね、このゴリゴリゴリってさ、この人をさ威嚇するみたいな、あれできないんだよね。足はできる、足はね鳴るんだけど腕鳴らせないの、これ手不思議でしょ。足はめっちゃ鳴る。ありがとうございます。足でポキポキ威嚇されても困るよね。突然さ、なんかどっから落とすのとか足になっちゃう。そう、でもまあ確かにアイドルだから、ね、できなくていいのかもしれない。できなくていいかもしれないけど、これ小学校の時、小学校高学年とかだとすごい流行りだすのよ。私これできなくて、そうめっちゃこれが流行る、指ポキポキ鳴らすの。できなかったな。皆さんこんばんは。あれかな、そろそろ順位読むかな。今日もちょっと話す予定だったんですけど、気づいたら1時間経った。もう私多分今からね5時間ぐらい配信しても話せる自信あるわ。話したいよ、誰かと話したいけど、話したいからみんなアミタの話し相手になって。本当にアミタコミュ障だから、アミタコミュ障だから、誰か多分ね話さなくなるとね本当に話さなくなる。あの顔なしみたいな、みんなアミタに構って、構っちゃう。アミタ喋らないと顔なしになっちゃうから。
多分昼間でも言葉数増えて、え、なんかメガネとかと話すか朝起きてメガネと話すとか、おはよう今日いい天気だなんか電話くれたら好きやわ、 LINE かけばいいのライターは一応アイドルだから LINE とか電話は持ってないんだってライター夢の国の人だから LINE と電話番号持ってないんだってそろそろ順位を回す13位スティッチさん、12位ナオさん、11位タロウさん、10位アールさん、9位マホロンさん、8位スミさん、7位キョウちゃん、6位佐々木さん、5位ホスキさん、4位シンさん、そして3位がタロウ、ブルースベルスありがとう勢い余ってお名前にまで巻き舌をしてしまいました、ありがとうございます。そして2位がトロロロロンクーロロロロン、ありがとうございます、ありがとう、 So thank you。 そして次1位がトロロロロン、みーちゃんありがとうございます、すごいもうめったに見れないようなくまちゃんもいただいて本当にありがとう、ハッピーハッピーの恩返しできるように、これからもこれからもなんかいろいろやりたいのでついてきてね、ありがとう。ということでこの配信のテーマソングをねこのちょっとね間自粛中何か元気なテーマが欲しいと思いまして、この曲をね毎配信後のテーマソングにしたいと思います。違う違う この曲を最後にめっちゃ小声で歌って終わりにしたいと思います。そう未来へ生まれしじゃないよ、違う違う、イエーイ聞こえるかこれはめっちゃポジティブな曲です、めっちゃ元気が出る曲です。最後にこれを歌って終わりにしたいと思います。で悲しいニュースが続く日々、何を信じていいか迷い、言葉にできないこのモヤモヤを誰にぶつけたらいいんだろう、シャライみたいなもんです目に見えないものに目を塞ぎ、風が吹くたび波立つ声に飲み込まれそうになりそうだよ、だから今こそ歌を歌うよ、いつでも笑顔絶やさぬように、僕と君と私とあなたが希望の願い込めて、さあみんなで歌おう、声を合わせよう、前を向いて空を見上げて、この歌でみんなに寄り添いたい、未来は輝きに溢れている、ゆきさんすり替えがうるさい、おんぱありがとう、グラボンプップップありがとう、
でねね今この瞬間も大切なもの守るため頑張ってる人がいるありったけのエールを送りたい胸張って上向いて進み出そうさあみんなで歌おう声を合わせよう前を向いて空を見上げてこの歌でみんなに寄り添いたい未来は輝きに溢れている、うん、みんちゃんおんぷんぷんありがとう今日もおんぷんぷんありがとうございますくやもおんぷんぷんありがとうございますバチ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 バということで今日も配信ありがとうございました皆さん、明日がハッピーになるかハッピーハッピーハッピーになるかそれともハッピー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 になるか決めるのはあなたです決められなかったら私が決めてあげます皆さん大丈夫ですみんなはきっとハッピー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 になれるなれます皆さん自分もまたシンジでありがとうございましたまた明日もみんなと喋りたい気持ちがあります。きっとお会いしましょう。バイバイ。